の今日も朝から絶賛エボリューション。さあどうも始まりましたけれども、松本バッチの今日も朝から絶賛エボリューション、はい、エボリューション。まだどっちでしょうかじゃないのよ。エボリューション。いやエボリューション。あなたはエボリューション。エボリューション。じゃあ多数決の結果エボリューション。エボリューションで、はい、知らない、ね、答えはじゃないけども。いやエボリューション。勝つが正義だね。エボリューション進化っていう。ですね、はいはい、レボリューションというのは革命という意味です。あってるの見た方がよくない。進化の方ですね。なので今日も進化しながらやっていきたいと思うんですけど、おうおう一歩一歩ですね。記憶力が体感すぎて風が強くてですね、うん、もうさっさと締めたいと思うんです。寒いですね。あのルールはいつも通りです。はい、大ドキしてやっていこうと思うんです。はいはい。ああもう、早いね、いつにだけね、やっぱ寒さっていうのは人を変えますね。最下位罰ゲーム、余談なしでございます。はい、はい、新人戦ポイント、はい、後半戦横取りミッションポイント、はいはいはい、あります、うん、はい、はい、本でもってですね、はい、本日の騎士なんですけど、はい、なんかちょっと新しいやつやろうかということで、はい、お二人何に座りましたか。僕らはシンデレラブレード4に変わりました。シンデレラブレード4、はいはい、終日実践ポイントはこちらです。クイーンズバウト、クイーンズバウト、はい、1000ポイントになりますけれども、はい、非常に強力な、そうですね、まあ、完走するときには通る道と、完走、これを入れると、まあ、完走が近づくということで、お二人はこれを目指してやっていただきたいと思うんですけど、はい、私その横でリノを打ちますので、ね、全然新しいとかじゃない、もう、あの横にある台何かなと思ったらリノだったので、だって一番入場早かったね、この3人の中で、はい、だから一番どれ選んでもよかったのに、あえてのリノ行ったからね。真っ先に、ね、入ったときにはもうリノの前にいましたからね。真っ先にやはり、ね、やはり私といえばリノ、リノといえば私と思っていただいている方も多いかと思います、はい、そのご期待に添えるように私リノに行かせていただきました。 お別れですかね、もうこれで。そうね、はい、そうだね。なので機種私だけ違うので足並み揃えていきたいので、はい、まあこれが完走の時に入るっていうことなので、私だからあの一撃2400枚で、はい、1000ポイント取るという形にさせていただきたいと思います、はい、まあ明日の普通のリノ、スーパーリノマックスじゃなくて普通のリノなので、かなりハードルは高い。そうですね、だこれもそうなんでしょ。まあそうですね、結構頑張んないと。感想だからね。え、何か売ったことあるみたいな顔して喋ってますけど。遊戯館一周だけ。もちろんそう、もちろんそうだよみたいなこと言いましたけど。だから、いや周りでその一周した時は、一周した時は周りでも見てないからさ。そうそうだね。うわ、だから相当なもんだろうなっていう。遊戯館一周ってだろうね。そう、一周で見れるようなもんではない。ではない。聞いたことある？聞いたことないです。あ、ない。まあそうですか。で、クマチャムタイムもあの機種がね、あのバラバラなんですけど、はい、チャンスゾーンを搭載している機械ということなので、はい、まあいわば特殊一枚薬、リノにとってのチャンスゾーンは TC、はい、トマトチャンスじゃないですか、うん、だからまあそれを私もチャンスゾーンと見立てて、はい、まあ3発目に失敗したやつが交代と、はい、これでいきたいと思います。わかりました、はい、よろしいでしょうか。文句はないですか。はい、ございません。大丈夫ですか。大丈夫です。それでは本日はシンデレラブレード4、2台リノ1台で絶賛いってきます。ドガーン、危ねえ。よっしゃ取った、取りましたよ。マックス111ゲージ。ういった、マックス。さあそれでは準備が整いましたので、ゼッツッパースタートです。おいしょ、頑張ります。頑張ります。というわけで今回の実績者は私が5号機の初代リノです。きた、そして僕ら2人はシンデレラブレード4です。わ、はい、3回目の失敗を踏んだやつが交代です。はい、じゃあです。僕らチャンスゾーンの成功率が 50% 弱ぐらいあるんですけど、はい、3分の1じゃん。3分の1です。そこら辺はもうよしとして、まあまあ僕リノ その手だれのものなので3割は軽く超えてくるっていうのがあるので、それはまあ、でもそうだね、超えないと勝てないもんね、はい、そうですそうです、うん、なのでまあハンデとしてあげます。そうだね、ポニーさんめっちゃうまいっすね。
何が一つもレベル上がってない。ゼロのままがいい、ね、ゼロのまま行くと覚醒チャンス。さすがライター生活を表すようなあれじゃないですか。ゼロのまま、ゼロのまま来てるってことですもんね。俺はね、うん、ずっとゼロだよ。ゼロですよね。ゼロ。ようやく今ようやくよ。ここで。一昨年あたりに一周決めようやく踏んだんですもん。ゼロのまま来て。俺も来た。ようやくね。俺もゼロのままで。ゼロで覚醒。わあ。俺らこんなんばっかっすね。さすが。二人とも。二人とも周期までゼロで臨むタイプだもんね。悪いことじゃないんだよ。そうなんですよね。ゼロっていうのは、そう、うん、なかなか人がじゃあできるのかって言ったらできないことなんだから。ずっと逆を行き続けるってことは難しいことですからね。確かにすごい。チャンスゾーンそれ、まあ、これで当たればチャンスゾーンの滅竜先生。ああなるほどね。まだか。だからまあ本来レベル上げてチャンスゾーンを目指すんですけど、救済措置ですね。レベル上がらなかった時は。リリスまで来れば、はいドン、外しました。なんか2人ともチャンスゾーン当たんなそうだな、なんか。大丈夫それ、まあ、チャンス当たんなかった。チャンスのやつだよね。あのチャンスですね。そうだよね。覚醒チャンス外しました。やっぱほら、去年年間収支マイナスの人だから。やめてやっぱりそれ以上言わないで。わまた期待値は稼いだとか言い始めるんだよ。うわ出た。おじゃあ見せてみろ、そっちの覚醒チャンスで見せてやるよ、先輩の威厳を。出たこれ言っときますけど、レベルゼロで終わるってあんまないっすから、ね、あんまないっす。あ、そうなんだ。あんまない。初めて入ったね。あんまないね。これ期待度どのぐらいなんすか。50%ぐらいある。なんか色によって変わるっすけど、結構高いですよ。50%ぐらいあった気がする。周期であの一番下で迎えるパターンって覚醒チャンス。じゃあ見せましょう。私がいいんだよ、いいんだよ。すごい。オールゼロ、オールフリー、オールフリー、オールフリー。はい終了。ゼロのやつで行ったやつの中のやつもゼロ。何すかそれ。青にすらならなかったっす今。何をやってた二人とも。とりあえず俺は ビール飲んでいい。ダメだよ。まずじゃなくてダメだよ。ホールで飲んで。ダメか。ダメだよ。何をやってんすか。ビールもらったから。ただ僕またアテナステージ、これチャンスステージなんで。こんなに二人で当たんないもん。ちゃんとチャンスゾーン入るんだろうな。これはまずいよ。解析率 100% いったんで、ボタン出たら当たり。 10%、 これ 100% いくためにバトルに行くと。オーラなしで 25% だった俺は。あー 25% ね。1/4。緑は 51%。 あーやられたっすわ。 1/2。 行かれたっすわ。ちょっとさ、全然二人してチャンスゾーン入る雰囲気ないんで、うん、ちょっと特別措置作っていくんですか。もし、うん、俺が3回目のチャンスゾーンまで、うん、まあトマトチャンスまで全部俺だったら、うん、俺もうその時点で免除してくんないっす。あーいいっす。あーそういうことね。はい。俺もういいもうそうなる気がしてならないんですけど、あなた方のその立ち上がりを見てると。いいよ、舐められたもんだね。だって俺ら何もしてないのにバチさんがね。そう、うん、3回チャンスゾーン、え午前中にチャンスゾーン入ります。バカ、午前中には入るよ。入るんですか、ね、18周期目には絶対。さすがに入るよ。 あれか、天井だと直撃か。いや天井の話はまだしなくていいよ。だって2周期目だもん。天井18周期だから。3発目まで俺がフルで行っちゃったらもう俺パスでいいですか。いいよ。ちょうどいい塩梅かもしれない。オッケーよー。はい1回目。名乗りを上げました。早速の1回目の、はいはい、特殊1万円獲得。うん、1回目はこれとかっていうのは決めてないタイプ、ね、僕はもうあの揃うやつを見定めるタイプなんで。毎回変えていくタイプだから、あの万能型ですね、はいはい、直球も打てるし変化球も打てる、うん、で、打てない時は何も打てない。
そうです、決め打ちしないんで。そう、まあ、そうだね、はい、最初から球種絞っとけば、うん、直球来た時は直球打てるんでしょうけど、うん、僕はもう全部打つつもりでいくんで、うん、なるほど、なるほど、はい、噛み合わなかったら全部外すんですね。そう、全部恨める可能性がある。あー、なるほど。これは多分赤七を蹴るタイプなので、うん、はい、あー、どっちだろうな。バーが落ちてきて、いや、赤七を蹴るんで、ここにもうバーを1コマ、2コマ範囲内で押して、はい、バチッってバーが止まるようにします。ほうほうほう、よし、滑った。バイン、今日だからもしかしたら今日やらかすかもしれない。今日ちょっと全球打てないかもしれない。全球いかれるかもしれない。全部持ってかれるかもしれない、うんうん、スイング終わってからミッドに入りました今。どうしてもクマちゃんタイム、今回バッチはやらせたくないんだよ。だまあリノなんか特にね。うん、そう、バッチの金で三択を誰かが外しまくる。やだ、見てらんないの。一番の地獄ですよ、ね、やっぱりリノはいいね。え、今面白い？いや、ワクワクのワクワクがあるんでね、うん、このレバーオンで特殊1万役引き連れてきて2000枚出る可能性あるんで、もちろんそれがもう一番いいとこ。どのぐらいまでそれを保ってられるの？4万くらいまでいける？いや、基本リノだったら無限にいけますよ。無限にいける、うん、一発当てればどうにかなる、はい、ここら辺でな、やっぱ感覚が俺ないからな。リノですごい出したみたいな一回もないから打つ機会も減るよ、まあ、リノ打たないですもんね、そもそも。とにかくそう打たないで、撮影とかで、まあ、バッチとかと一緒に打った時とかもなんか教えてもらって打つんだけど、そこでもいいところなく終わっちゃうとなんかその後繋がらないんだよね、なかなか、うん、ただまあやっぱ向き不向きってありますからね、うん、そもそも2人がパチソルに向いてないんでね。おい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 、しょうがない。お、どの口が言ってんだよ。パチソルに向いてないからね。え、お、本当っすよ。いや、あ、向いてなかったわ。向いてないです。確かに向いてなかった。去年の趣旨は今仲間にしようと思ったけど、仲間の趣旨は行かれてますけど、向いてない、向いてない。自分が選んだ店で負けてるやつは向いてない、向いてない。間違いないね。本当負けたよな。自分で店を選んで台も選んで投資も全部決めて負けてんだから。チャンス、チャンス。わ、二回目。どっちだ。やったー。おい、あ、これはもうここだ。見えた。はい。ここ。ここですわ。うん、あ、タイミングね、今度は。タイミング。ここ、うん、ここで押したら揃うわ。来た。大丈夫、ずれてない。おい。ねって、ねっていう顔してるけど。いい、いい、いい。ずれてない、ずれてない。こういうことなんですよ。さあ。何やってんすか、さっきから。朝からそうです、ね、もう40分も経ってますけど、僕もトニーさんももうサンドにメダルがないので店員さんに呼ばないといけません。これ何をやってんのよ。チャンスゾーンのチャンスゾーンみたいなことずっと繰り返して、だからね、今何をやってるかってただの通常時なんだよね、うん、そうなんですよ。じゃあ私は先にいいな、出玉ば構築させていただきたいと思います。おい、あら、あらに二角当たり、リンゴ二角、二角です。中断二国、二国、二国、何、二カ国、おビール飲んでんじゃねえだろうな。二カ国ですか。まだ飲んでない、まだ飲んで、二角、二国、二角、リーチミリプレス抜けてるんじゃねえか、酒が。オッケー、252ゲーム、はい、投資9000円、はい、ファーストビック。あ、当たった。お、ほうほう。強水化から多分一撃でマックス抽選だったのかな。普通にベッドを押してレバーオンしちゃった。いきます、まあ、まずは前半パート、仲間を集めていく、まあ姉とね合流するパートですね。ちょっと見とこう。でこんな感じで探索中から警戒中になって、警戒中からバトル行って姉がバトルに勝利すると合流。これはまあ初期の抽選だったり初勝ちのレア子役で合流抽選してるんで、さあここ
敵の攻撃食らうで残念と、まあ、これの繰り返しですね。一応ここで扉開けばさらに合流するんですが、今回2人とで、これは後半パートですね。レッジヒュー先生死闘何パーぐらい今、30% ぐらいですかね。ああいけるやん、ちょっとまあ飛ぶやん、キャラ的にはただ自力なんで、ここから子役引けば全然いけるんで。さあ攻撃パートでまず味方、レイラが最後出てくるんですけど、仲間いるうちは仲間のターンから始まります。でボスの攻撃まで4ゲーム、この間に子役を引くと攻撃、でリプレイ引いたんで攻撃ゲージが減らう。でこの子役引いた後ホールドになるんで、子役ずっと引いてれば一生終わんないです。おしかもダウンした、ボスダウンさせると連続攻撃。本来このボスダウンっていうのは3連続で子役引いたり強チェリー引いたりするとダウンさせられるんですけど、まあ、今回一発目のリプレイでダウンさせた。クソうまい、あなるほど、クソうまい。でこれでゲージ1本削ったんで残り2本、第2形態と。でまあ、仲間はこれ負けるまでずっといるんで、このまま最終ゲージまでいければ結構大チャンスだから、まあ子役引けないとかなり厳しいんですよ。今何パーぐらい、今40%ぐらい、ガンチャン、ガンチャンバラメーター、敵の攻撃マリアがやられたんで残りの味方はネモフィラだけと、20%です今。厳しくね、ちょっとね、あんな立ち上がりで ゲージ2つ目で、まあ、ゲージ切り替わるごとにあの、まあ、1回リセットされるんで、子役が引けない、やばい、敵の攻撃危ない、これガードしたんでまだネモフィラが残ってる。はあ、ガードするパターンもあるんだ。さあリプ引いたんでゲージ削る、いやーボスの攻撃しかも強攻撃、ただペル引いた、あーネモフィラがやられた。これで仲間、まあ姉がいなくなったんでもうレイラとのタイマンと、うん、レイラが負けた時点で終わり。あとゲージ2本、1.5 本、今 1.5 本、2人で 1.5 本で、残り1人で 1.5 本だから、一応ここで子役引くと耐える期待でも上がるんですけど、リップ引いた、まだまだあるんで、まだある、復活パターンあるんで、そうで、50%5 回通すと復活するんです。おー、なるほどね、ほきっちー、50%5 回、はい、まあ、あと子役引くと 100%、おー、なるほど、なるほど、あ、終わりです。あー、きっちー、はい、次失敗した人です。はい、はい、まあ、こんな感じです。あ、これじゃああれだね、バッチが失敗しない限りは何もできずに、はい、撤退するんだ。そうですよね、えそうです、それはまずいね。そうなりますよ、そうなるね。あー、いい1目、これ待って、俺はい、2連目です。下手に当てると連続でやらせる可能性あるな、チャンスを。4分の1ぐらいだっけな、黄色で。こっからもう残りゲーム3点なので、どこかでジャッジメントが発生すると。おっと、おい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 、当たりそうな気がする、緑はそれなりに当たりそうな気がする。ジャッジメント、ここで7が揃えばチャンスゾーン。おー、どっちの間、セーフと捉えましょう。ええ、チャンスゾーンに突入するの失敗してよしっていう人いるんだけど、ええ、だって次3回だもんね、もうこれ負けてるよ、負けてるんだからしょうがないですよ、次3回だから負けてんだから見せ場くらい欲しいだろうが、負けてんだから、ああやって負けてんだ、負けてんだ、ああやって負けを積み重ねてるわけだね。じゃ負けてんだからせめて長い時間映りたいの、自分の中でのよしっていうのが落としどころ作ってるね。え、あーそれはダメだよ今のは。だってあれだから、あれ当てて突破しちゃった方が絶対安泰だから、そうそう、だから当てて突破できねえからこうなってたよ、だから負けちゃった。でもそれしょうがない、突破する自信がないからよしが出ちゃう。いや、そういうことよ、それはもうしょうがないですよ、俺の弱い部分なのか、あそこが、それがもうしょうがないのよ。あっ、そうです、あらららららら、はい、
オッケー。しかもリリースだからゲーム。いいよ。三連目。おう。おうイエイ。おうイエイ。おうイエイ。うえ。お。四連目もビッグ。青七はいいよな。綺麗だよな。あ、五連目ね。オッケー。四ゲーム。うわ、オールビッグ。いいな。素晴らしい。うわ、ようやくレギュラーヒター。四ゲーム。お。危ない？あ、危ない。あ。いよいよ落ちたか？このリプレイ、ピンチ目一発で落ちたな、これ多分。あのピンチ目が本物だったと思われる。あ、落ちましたね。落ちた。あら、あらららら、ら残念ながら2400枚は届かず。これは落ちてるでしょう。ということは次にトマトが成立して外したら、私がクマチャムタイム突入ですが、まあクマチャムに遊ばせるぐらいのメダルはこさえたんでいいっすわ。確かに、まあ確かに、戻ってきても飲まれてないまである。倒すな、倒すな。いやいいよ。いつ入るんすか。だからね、俺一回も入れたことないからいつ入るのか分かんない。いつ入るのか全く分かんない。あ、は、入るんすか。だからね、入る気はしないよ今。だって入ったこと、入れたことないんだもん。は、入るんすか。入れたことないから入る気はしない。2人で1時間以上打って1回って、それ、そのチャンスゾーン突破したら何が起きるんですか。まあ、最低300枚ぐらいは。あ、300枚取れる。めっちゃ出るんですか、もしかして。わーっと、本が出るタイミングで今日チリ。プリシラステージ行くんじゃないかな。あ、プリシラステージです。50% ぐらい当たる。お、お、チャンスゾーン期待度が、うん、違う。チャンスゾーン期待度が 50% ぐらい。そうです。おお。もうちょい。あ、いいね。惜しいよ、いいよ。いいよ、これで。一気に。あ、行ったね。レベル9。レベル9外したらもうトニーさんっていいですか。ん、時間的レベル9だとどのぐらいなの。レベル7から9まで 40% 以上ってなってるんですけど、でも9は相当厚いと思います。もう 40% とかじゃ全然ないぐらいの確率だと思います。10はチャンスゾーン確定。10チャンスゾーン確定です。9がさらに、あ、マックスいった。あら、おしっぺん。わー、すげー、いったいった。 V 出たよ。チャンスゾーン。 V でチャンスゾーンなんだ。 V はチャンスゾーン。あ、なんか AT っぽいよね。僕はでも全部 V はチャンスゾーン言ってます。 V はチャンスゾーン。 AT っぽいわ。じゃあこれ3回目。3回目で、はい、待ってよか。でもどの道成功したら多分あいつって。そうか、どの道失敗した方っすわ。そうだね、じゃあ行こう。まあ両方失敗するパターンだったらトニーさんっすけど。まあ、まあ、そうですね、時間的には。それはしょうがない、俺の方が早いから。ただそんなつもりは一切ありませんよ私。一応じゃあ俺も見てていいっすか。俺、これ俺の方が後ってことでいいっすよね。あ、まあ、あれ、これ突入は俺の方が後。一個いいですか、まあ、俺に関してはまだチャンスじゃないんで。あの順番的にはトニーさん、バチさん、僕ですから ね、 そうだね。俺の方が後ってことでいいっすよね、はい、うん、そうだね、後だね、後間違いなく後。そうなりますよ。リリース合流。暑いね。リリース合流です。仲間の中でリリースは強いキャラですよ。やべ、失敗した。それはさすがに。よし、マックス、僕もチャンスです。これはどっちが先。1、2、3。そうでしょう ね、 だね、突入から考えると。出玉的にももちろんのこと、ここで成功すればクマちゃんタイムはなくなるな、まあ、間違いないでしょうね、うん、うわー、2人か。このボタン2人ね。121枚結構取ったな。
お2コンボ。これ次500円で3コンボ。あ、ダウンした。おお、あらら、あ、ここは行ったな。1ゲージ目は行ったわ。あらららら、大丈夫？すごい行くじゃない。でも1ゲージ目は削りやすいんだよ。問題2と3。おい、500以上確定。あらららら、おい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 、全員残ってるぞ。よし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 、あらら、勝ったんじゃないですか。これは大チャンスですね、鳥さん。これはもらいましたよ、もうもう負けられないね。まさか、もう負けないね、これは。まさか、こっからない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 。まさかないよ。よもやのない。ただま、正直子役引けなかったらどうとでも終わるんだから。よもやのまさか、あ、こんなに押してたのに。これリリース失う可能性ある、初手で。待って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 、耐えた。おお、やばい、よしよしよし、すげえ子役いた、確定も。おっと、まだまだ、ここここ、生き残れ生き残れ。おお、勝ったね。いや、これはもう、これは間違いねえわ。これ見といた方がいい、見といた方がいいよ。見といた方がいいか。こっちじゃない、こっちじゃないよ、バッチが見るのは。トマトだよ、トマト。うわー、いや、いいよいいよいいよ、大丈夫大丈夫大丈夫。よくやりました。彼女はネモフィラはよくやりましたか。あー、リピーター。やったー。うわー、マジかよ。青菜が揃わないと舞踏会は始まりません。揃えちゃいましょうか。じゃあこれ目押し失敗したら失敗と一緒ですから。俺目押しぐらいできるよ。俺、いやー、綺麗、レインボー。うわ、震えてる。もうブルブル。うわ、いいね。うわ、来た。最後だけ、とどめだけさして。はい。うわ、やらせていただきました、私。通すか。はい、じゃあまずは僕は通しました。いやー、これ参ったね。いや、このトマトはすごく重要だよ。わかった。よし、このトマトだ、ね、やめてくれ、怖いよ。このトマト、問題はこのトマトが揃うんだけど、こっからこれ2分の1なんだよな。コインを蹴るのか赤7を蹴るのかによって随分変わってくるんだけど、多分これはコインを蹴るタイプだと思うんだよな。いきます。はい、お願いします。よし、助かった。というわけで、まさかの、まさかのこんなに待って、まあ、1000枚ぐらいあるんでね、くまちゃむにちょっと夢を託そうと思います。一番仕事した人が。なんでだろう、あんまり、お、何？わ、来たー、揃ってるし、来たー、揃ってるまあでも言うても残りの2個のどっちかだからね。あー、1、2、3、来たんだけど、2連目でお尻ペンペンタイムいただきました、ありがとうございます。あ、あー、危ねー、危ねー、うまい、うまい。ヤミン50のと、はい、父さんに養育費を払ってほしいという電話をさせられる。